ちはどう生きる？え？こっから君たちはどう生きるか？うん、どうって別にな、だって今28になる、うん、はい、29になりました。29になるよ、みんなそうじゃん。うん、節目じゃない、まあある意味、ああ、ターニングポイントというか30になるみたいなことですか。うん、やっぱり二十歳って大人っぽく語られるけどそんなことない。うん、実際のその成人の年齢よりもやっぱ30は大人だと思う、うん、やっと。ああ、まあまあそういうもんですよね。うん、どう生きる君たちは。君たちはどう生きるか、うん、どう。いや、別に考え、仕事頑張りたいなって思う。仕事頑張りたい、俺はやっぱ仕事頑張る、結婚とかより仕事、ね、仕事の方が大事、うん、パートナーとか、うん、そういうのじゃなくて、うん、仕事一本で。そうだね、なるほどね、うん、それもありだしね。まあもうそういう時代ですよね。もうだってそんな早くね、孫の顔みたいな世代じゃないもんね、うん、結婚が当たり前でもないしな。そうだよね、ああ、一人で生きたければ一人で生きていいし、そうでしょ、結婚したければそうでしね、うん、君たちはどう生きるかって聞かれたら、うん、仕事頑張るってことか。そうだね、うん、まあでも親との時間はちょっとずつ大切にせなあかんなとかはなってきた。なるほどね、うん、もうそういう、うん、まあ本当そうよ、だっていつ確かにないなくなるか分かんないっていうのは、うん、常に念頭に置いてやっぱり会えるタイミングを逃さないっていうのは、なるほどね、大事よね、うん、君たちはどう生きるかって聞かれたら、じゃあ親を大事にして、親との時間大事にかな、確かにな、そうん、さんだったら何とか。君たちはどう生きるかって聞かれたら、うん、ほっとけよって言うから、うん、その目標がないとダメみたいなスタンスがまず合ってないかもな、うん、ああなるほどね。誰でもこう目標とかさ、うん、なんかこうそれに対する成果とかさ、はいはいはい、インタビューでもすごい逐一聞かれるじゃない。な、うん、今年の目標はとか今後の目標は展望は多いよね、そういうのね、ある前提でね話が進んでいくとか。確か実際そうじゃない、生まれただけでクリアしてる部分がでかいんじゃないかっていうのがあるんで、ほう、どう生きるかって聞かれたらただ生きます。なるほどね、ただ生きていくと。養老たけしさんも言ってて、おお、あの人ってなんで生きてるんですかみたいな、うん、そういう読者からの質問に対して、はいはいはい、昨日も生きててその流れが続いてるだけって言ってたんですよ。ほう、本当その通りだなと思って。なるほどね、だからただ生きるから。君たちはどう生きるか、どう聞かれたらただ生きると。西田は、俺はもういっぱいエッチしたい。ああ、ありだよね、できるだけね、うん、うんうんうん、なんか本当その摩擦でチンコなくなるぐらい、あーもう逆に包茎になるぐらい、そう、もうそれぐらいセックスして。いやでも性に奔放って悪いことじゃないと思う。全然そうよ、ね、悪いことではない、自信持っていいよ。ありがとう、うん、君たちはどう生きるかって聞かれたら、うん、エッチしたいですって俺言うわ、うん、できるだけ抱きたい、できるだけ抱きたい、うん、ありだと思う、一本その生きる人生としては一個、うん、嬉しい。なんかこう目標とかじゃないもんね、まあ、うん、自由に生きていきたいね、ほんとね、うん、鳥のようにね、鳥のようにね、うん、俯瞰してみたいっていう意味でもそうですし、うん、そうだね、うん、こうやっぱ悪意のある世界じゃないですか。おう、うん、だからこうちょっとなんていうんですかね、こう積み木を積み立てていく、積み上げていくかのようにこう不安定な生活もあるけど、うん、でもやっぱそこでこう鳥のようにね、なるほどね、悠々自適にというか、うん、こう風を切って、うん、あれ向かい風の方がこう飛びやすかったりするわけじゃないですか。なるほどね、うん、そういう人生でいいんじゃないかななんて思ったりするし、うん、今こうやって会ってるのも前世でつながってた可能性とかもあるしね。それはちょっと分からないけど、うん、もしかしたらこういうの運命だから、まあ、そう、そういうもんなのかな。もしかしたら別の世界があって、うん、うん、本当はあれその時代から知り合いだったとかもあるし。なるほどね、うん、この形になる前の命があって、うん、はいはい、その時にもう仲良くなってたかもしれないし、ね、なるほどね、一人一人出会いを大事にしといた方がいいかなっていう気持ちはあるから、うんうん、
いいじゃん、創作活動がね、うん、なんですか、力を入れていきたい年なんじゃないですか。まあ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 、もちろんね、小説短編集も出ましたし、うん、そこら辺は力入れていきたいかな、どう生きるかで言えば、うん、世の中に何かを生み出し続けたい、うん、まあまあそれは一個あるかもね。かっこいいですね、うん、引き続き小説は書きたい、やっぱ物語を紡いでいきたい。まあそれは一個あるかもな、うん、素早さを大事にしていきたいね。ん、素早さを大事にしていきたい。素早さ、そう、なんかやっぱいっぱい書きたい。おお、まあ、それも結局さっき言ってたみたいな、もういつ終わるかわかんないみたいな、そうみたいなところもあるのかもしれないよね。そうよ、うん、まあそういうのもありながらってことだよな。まあね、そういうちっちゃい目標あっていいと思うけど、うん、大層なことなくてもっていう感じかな。そうな、うん、あとやっぱ今年の夏はもうめっちゃ遊びたいな、みんなと。ああそう、うん、何したいとかある？やっぱこうちょっとひねくれてさ、うん、夏らしいこととかをこうはっちゃけてしなかった学生時代じゃない、うん、はいはいはい、今年はだからそのバーベキューとかさ、あー、プールとかいい、ね、みんなでいろんな思い出作りたいかな、うん、なるほどね。だっていつかこう見返した時に写真のフォルダにそういうの入ってたらやっぱ楽しかったなってなるもん。確かにね、うん、フォルダが色とりどりになる人生を生きたいかな。ああそう、うん、あ、こんだけやったなっていう。なるほどね。だって28、29の夏ってもう今年しかないからね。そうだな、うん、二度と来ないんだよ、夏は何回も来るけど。確かにね、同じ夏は二度とない、ね、二度とないから、そういう思い出作りたい、うん、みんなともっと話したいな。なるほどね。あと家も建てたいな。家も建てたい、うん、バルコニーついてる、あ、もうそんな一軒家とか実家とか建てたい。で、大きい犬飼いたい、うん、なるほどね、うん、で、散歩してたい、うん、浜辺、あ、海沿いがいいな、うん、サーファーと結婚したいな。サーファーってやっぱ すっごいスピードで遊ばなくなるから、遊びきるから話して、確かにな、うん、落ち着いて26ぐらいで終わるからね、うん、もうバーって結婚するでしょ。そうな、うん、で、あれだな、子供もいてもいなくてもいいな、でかい犬連れて、あ、うん、サーフするとこ見に行って、お、今日は波が来なかったっつってカラカラの場まで帰る、夫と一緒に歩いて帰るみたいな。こういろんな夢あんだね、うん、そういう、どう生きるかって言われたらね。なるほどね、うん、で片手間でカフェもやりたいし。なるほどね、うん、あるよね、そういうね、すっごい時間かけて水出しコーヒーとか作って、はいはいはい、1600円ぐらい取りたいかな、うんうん、うまかれんだよな、あれな。そう、別に何も買わないから、そう、うん、でもやっぱその時間とか雰囲気みたいなところで勝負したいし、うん、やたら有名人とか来てほしいな。なるほどね、うん、葉山とかの方に適当に、あ、寿司の方、真っ白の壁のカフェ作って、はいはいはい、もうどれ食べても同じ味だけどバスクケーキとかバスクチーズケーキとか作って。なるほどね、なんかこうゆっくりな、オーガニックのカフェとか多いしな、多い多い、うん、大体まずいんだよな、オーガニックのもんって。昆布サラダっていうのを作る、ああ、まずいんだよ、肉入れねえと、ボリュームがあるだけの野菜ね、はい、うまくないとか作って、ゆっくりゆっくりスローライフかな。うん、いいね、いいね、スローライフはマジで思うな、思うな、うん、今が結構忙しいというか目まぐるしいからな、うん、なるほどね、うん、変化がね、やっぱね、うん、やっていきたいって思うかな。確かにな、うん、君たちはどう生きるか、うん、深い質問だね。なんでこんな話になったんだろうね、わかんない、やっぱ立ち止まっちゃったのかな、この時期でね。まあまあそういう30手前っていうのもあって、まああんだろうな、うん、タイミングだったんだろうな、うん、もっとわがままに生きたいよね、どっちしろね。確かにな、なんかしたらこう怒られるみたいなさ、うん、批判されるみたいな、確かに出る杭をこうね、どうしてもこう今日本 そのネット社会ってそうじゃん、あ、そういうの気にせずこうやりたいことやれたらいいよね。なるほどね、うん、君たちはどう生きるか、こんなとこですかね。そうね、はい、みんなにも考えてほしいね、うん、どう生きるかコメント欄で、かじゃあ募集しようか、うん、うん、君たちはどう生きるかについて、うん、考えてみてください。どう思ったか感想をお願いします。